パラマーナンダジャーパラマーナンダジャーは、ネパールの政治家、法律家、ネパールの初代副大統領、地域政党、マデシ人権フォーラムと法務部長、元最高裁判所判事、日本ではパルマナンドジャーと表記することが多い。マデシ地方、サプタリ軍、マウアハ VDC-1 出身、1973年法務省事務官として入省。 以来公務員として過ごす。最高裁判事になる前は、ジュムラ軍公訴員の長官をしていた。2007年、麻薬密売人を不適切に釈放したとして、非難を浴び、最高裁を辞任。マデシ人権フォーラムに参加、政治の世界に入る。2008年7月19日、政権議会で、マデシ人権フォーラムのほか、ネパール会議派、ネパール統一共産党の指示を受け、 過半数の305票を獲得。ネパール共産党、毛沢党主義派の候補、シャンタ・シュレシタを破り、ネパール初の副大統領に当選。当選後、党利党略を超えて活動したい旨、挨拶した。2015年10月31日に、副大統領を退任した。公認の副大統領には、ネパール人民解放軍の司令官、パサンコとナンダキショールプンが就任した。 就任式では、インドの言語ヒンディー語で宣誓をした。ジャー自身は、マイキリ語の話者であるが、マデ氏の共通語は、ヒンディー語だとして、この虚に出たという。だが、これは、マデ氏以外のネパール人を刺激し、各地で抗議行動が起きた。中には、ジャーは、インドのエージェントというスローガンも見られた。さらに、ジャー副大統領は、テロの標的にされ、 8月17日夜に、自家製爆弾が副大統領の敷地内へ投げ込まれ、警備員一人が負傷した。犯行の動機などは不明だというが、先制問題との関連が疑われている。また、毛沢東派のスポークスマン、クリシュナ・バハデル・マハラもこの行為は、反憲法的であるとジャーを非難した。ジャー副大統領の出身政党、マデシ人権フォーラムは、ヒンディー語、 ネパールの公用語にするべきだと主張している。ありがとうございます。